U23 日本代表アメリカに勝利。U23 も A 代表に続くように絶好調ね。そうだな。この世代は7月からパリ五輪が行われるから非常に大事な時期だ。そうね。そしてアメリカと対戦をしたけど、この試合でも日本の強さを証明したわ。この試合についてアメリカ代表はちょっと今後が不安になっているみたいなんだ。そうなのね。今回は U23 の話をメインに見ていきたいと思うわ。そうだな。そしたら早速見ていきたいと思うぜ。U23 世代はアジアカップでも優勝をして非常に注目されているわね。そうだな。そして7月3日にパリ五輪のメンバーが発表される。そんな重要なタイミングでのアメリカ戦だった。アメリカとは去年も対戦をしていたけど、その時には4点を取られて負けてしまっていたわね。あの時はちょっと大丈夫なのかって思ったけど、今回は安心して見られたぜ。この試合ではアジアカップで招集されていなかった選手も招集されていたりしたけど、しっかりと活躍をしていたわ。この試合では藤尾選手が PK を見事に決めて、その後細谷選手がこぼれ球を決めて2対0で勝利することができた。アメリカのシュート数もわずか2本と守備面もしっかりとしていたわ。今回は特に危ないといったシーンがなかった印象だ。そうね。そしてこの試合で負けてしまったアメリカはまさかの内容の記事を出していたわね。そうだな。早速見ていこう。アメリカメディアのフロントローサッカーでは、やる気が感じられないアメリカ五輪代表が日本代表に敗れる。このままなら男子の五輪代表はパリ滞在が短期になるだろう。0対2は接戦だったかのようなスコアだが、実際には日本代表に打ち負かされた。アメリカ代表はあの時と別のチームのようだった。やる気がなく、シュートチャンスもほとんどなかった。パリ五輪前最後のテストマッチでこの内容では、フランス代表とまともに戦えるとは思えない。あら、アメリカは代表に相当期待をしてないようなことを言っているわね。言っていることは正しいと思うが、そこまで言うのかと疑問にも思う。実際に日本には以前には圧勝しているんだし、まだ希望はあるように思えるわ。こういった発言を見るとなんか中国をちょっと思い出すぜ。そうね、中国もサッカーに対してはあまり期待してないような発言をしていることが多いわ。でもアメリカはパリ五輪出場も決めているし、まだこの先も頑張ればなんとかなると思うぜ。そして試合後に大岩監督が話をしていたわね。そうだな、内容を見ていこうと思うぜ。誰が出ても同じような我々のサッカーができるのが証明できた。これをさらにレベルアップしたい。我々にとっては非公開の試合を含めて非常に大きな2試合でした。応援や期待に応えられるような準備をして迎えたい。 U23 世代も A 代表と同じように選手層の厚さがあることが分かったな。そうね、久保選手は A 代表に専念するということで今回は招集されないことになりそうだけど、それでも他にすごい選手はたくさんいるわ。日本全体としてサッカーレベルが上がってきている証拠だな。日本が現状どこまで通用するのかをパリ五輪ではしっかりと証明をしてほしいわね。そうだな。そしてキャプテンの藤田選手もアメリカ戦の後に話をしていたから見ていこうと思うぜ。個人では奪った後のワンプレー目がミスになることが多かった。チームとしてはもっと強度高くやっていかないと、五輪で修正できればと思ってます。チームに戻って良い準備をして最高のパフォーマンスで呼ばれるようにしたい。勝ったことに喜びすぎず良い発言ね。日本代表はアメリカとの試合でエリア内付近まで行くことができてはいたが、そこから崩すことができないことが多かった。今後は最後の部分の得点力を高めていくことが必要になっていきそうね。そうだな。そして今回の試合では守備面に関してはとても安心していたぜ。そうね、ゴールキーパーの小久保選手も今回の試合で見事な抜け出しでピンチを救ったわ。この世代には小久保選手と鈴木ザイオン選手もいる。二人が代表として選ばれることはおそらくほぼ確定だと思われるが、これまでにも小久保選手は U23 の守護神として試合に出ていたことも考えればスタメンは小久保選手になりそうだな。鈴木選手も最近では活躍をしていると言われているけど、U23 で試合に出たことはあまりないから、そういった意味でも連携を取ることは難しいかもね。小久保選手は今回の試合のように飛び出すこともできたり、ビルドアップ能力もすごいものがある。鈴木選手もキック力がすごかったり、身体能力が計り知れないものがあるが、U23 のサッカーのやり方的にも小久保選手を起用してラインを高めに保つことをやりそうだ。そうね、みんなもゴールキーパーは一体誰になるか予想してコメントで教えてほしいわ。そうだな。そしたら次は A 代表の話を見ていきたいと思うぜ。A 代表もシリア戦で見事圧勝することができたぜ。そうね、ガチメンバーで挑んで5点取ることができたわ。
もっと点を取れるような感じもしたわね。そしてこの試合で途中まで出場した久保選手は試合前に出たらやれる自信があると発言していたぜ。まさに強気発言って感じよね。久保選手はこの発言の意味について話をしていたぜ。もともと僕は代表に選ばれた時から出たらやれると思ってましたけど、今は多分それを言える実力もついてると思うので、変わったのはそこじゃないですか。常に自信を持ってやってないと代表には来れないと思っているので、変わったのは実力の部分。あれだけスペインでやれたら代表でやれない理由はない。久保選手はレアルソシエダでも必要不可欠な存在になっている。そうね、リーグ後半戦は調子を上げることができずにスタメンから外れることがあったりしたけど、出場した時は相手を翻弄していたわね。そうだな。そして久保選手に対してスペインメディアでは待ちに待った休暇が久保にやってきたと紹介をしていたぜ。半年間の試合の負荷が身体に重くのしかかった。7月11日にスビエタのトレーニングセンターでアルグアシル監督のもと、新シーズンが始動するまで1ヶ月の休暇が始まる。日本代表ウィンガーの獲得に興味を持っているチームはいくつかあるが、彼の最優先は環境を変えないことだ。アルグアシル監督にとって良いニュースは、ワールドカップ2026のアジア最終予選が始まる9月まで久保は国際試合がないことだと、やっと休みを取れることの喜びを久保選手に代わって紹介をしていたぜ。久保選手はリーグ中のアジアカップでも日本代表として出場をしていたし、クラブと代表の両立が非常に難しい1年になったわね。レベルが上がっていくほどそういったことは他の選手でも起こりうることだ。私たちにとっては嬉しいことだが、怪我などには注意してほしいわ。そうね。そして久保選手はもしかしたら移籍する可能性があるって言われているし、7月に入るまでにもしかしたら新たな展開があるかもしれないわね。現状レアルマドリードは可能性は低いと思われるが、リバプールやトッテナムも欲しがっていることを言っているから、もしかしたら移籍するなんてこともあるかもな。久保選手本人に真実を聞いてみたいわね。他にも田中選手なども移籍する可能性が高いし、今年の移籍市場も楽しみだな。そしたら最後は鎌田選手についての内容を見ていきたいと思うぜ。鎌田選手はミャンマー戦で見事なゴールを決めていたわよね。そうだ、しかしラチオでは思うような出場機会を得ることができていなかったな。シーズン最後には活躍を見せたけど、交渉が決裂して鎌田選手はクリスタルパレスに行くことがほぼ確定したって状況ね。そうだ、そしてラチオでは新たにバローニ新監督が就任することが決まったぜ。そしてこれらのことについてシモーネ・ピエレッテ記者は、7日前と比べて大きな前進があった。徳の問題が解決した。改革はあるだろう。チームを若返りさせるために3、4人を獲得するはずだ。去年獲得した選手たちの価値も高めようとするだろうね。私は鎌田がビッグだとは思わない。ラチオは7位フィニッシュで、サポーターから抗議されたところからリスタートするわけだが、良い知らせもあった。マテオ・ゲンドゥジが計画の中心に戻ったのだ。もちろん2人のビッグが去ったのは確か。重要な選手たちだ。ただ30歳オーバーだよと紹介をしているんだ。鎌田選手がいなくなったことが嬉しいみたいな言い方ね。ちょっと嫌な感じがするわ。まあ来季鎌田選手がクリスタルパレスで大活躍をすればいいだけのことだ。そうすればいつかは悔しがるコメントをするだろう。そうね、日本代表としても絶好調の鎌田選手の活躍を来季も楽しみに待ちたいわ。だな。日本代表の試合は一旦は落ち着いたが、6月27日には最終予選の組み合わせが決定する。そして7月にはパリ五輪が開催されるぜ。今年は U23 がどこまでできるか見ることができる非常に楽しみな夏ね。みんなもぜひ日本代表に対するコメントを教えてくれ。そうね、そうしたら今日の動画はここまでよ。